はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、鉄拳鉄拳です。はい、そしてゴーキちゃん、連日動画をお届けしてますが、はい、今回の動画では、まあ、ゴーキちゃんの相性のいい戦役の副将ちゃんですね、マーマテラスが代表としていますが、まあ、もう一人、戦役の必中キャラクターで、クリティカルがめちゃくちゃ欲しいキャラクターがいて、はい、それがこちら、オーキシンちゃんですね。はい、このキャラクターも戦役必中キャラクター、に化けることができる副将で、まあ、具体的には出陣時の4ターンの混雑ですね。この4ターンから始まる混雑が、まあ、味方や敵が撃破されるたびに単数が増えていき、まあ、最大10ターンまで作ることができる白バフで、まあ、単数が増えるほど攻撃力が単数 ×30% 上がるんで、まあ、10ターンになると 300% 攻撃力アップ、つまり4倍ですねの火力を作れるっていう、まあ、割とぶっ飛んだ火力のキャラクターで、いまだにボス2ターンキルランキングなんかでは、まあ、必中キャラクターとしては、まあ、ボスの取り巻きが全部落ちてる前提ですが、ナンバーワンのキャラクターとような位置づけにいるんですね。この火力で必中っていうのはもうぶっ飛んでますよね。で、そんなオキジンちゃんがスキル2ですね、ここに書いてある通り、自身の混雑の単数が5ターンより大きい場合必ず命中するという必中キャラクターになってるんですね。はい、まあ、ただしここにはクリティカルの確約がされておらず、まあ、狂乱キャラクターみたいに確定クリティカルキャラクターではないので、オキジンの場合はクリティカルが出るか出ないかで、まあ、せっかくの必中ですね、で攻撃が当たっても倒しきれないってことがやっぱり起きてしまうんですね。そんな知る人ぞ知る、そして知っていても使う人はさらに少ないという、まあ、戦役攻略キャラクター、そしてボスも強いっていう連撃キャラクターですねのオーキジン、はい、そのオーキジンが一番苦手とするクリティカルの部分、戦役やボスなんかで今回このゴーキちゃんがどう絡んでくるのかっていうところですね、見ていきたいと思います。はい、こちらに関してもシンプルに結果から見てもらえると分かりやすいと思いますが、まあ、戦役、まあ、特に191ステージ以降ですね、まあ、敵がスキル1スキル2で緑バフを剥がしてくる、まあ、厄介な戦役ステージに入ってからのところで今回は動画撮ってきますが、まあ、こちら1932ステージ、まあ、旧ステージでいうとこの200ステージですね、200ステージボスに対して、まずはゴーキちゃんなしのデッキですね、見ていきましょう。はい、まあ、ショーちゃん、そして弱い子弱い子弱い子と並べていって、弱い子のとこにハクタク、ニビアン、急転原料と出てきて、オーキジンから劉備、まあ、こういう順番でもいいですが、ちょっとオーキジンは攻撃回数が多いので、まあ、前に持ってきたりする人もいますね。まあ、ただその反面スキル1も火力が高いので、まあ、スキル1劉備のコブまでもらった上で殴ることでスキル1も強くなるんで、ここ劉備ちゃんの後ろに置くっていうようなプレイヤーさんも結構いますね。はい、ここはまあ各々やっていただいて試してもらうといいかなと思いますが、はい、今何回も同期してますが、このデッキですね、今のところ達成率も落ちてるし、時間もクリアできてないことが分かると思います。まあ、バッファー3体前に出して、リュウビちゃんのコブの重ねがけ、はい、そして応援のここにダッキが出てくるというようなデッキ組ですね。はい、まあ、このやり方だとやっぱりクリティカル率アップのキャラクターが急転原料とハクタクしかおらず、まあ、これらのキャラクター波攻だったり撃砕をやる関係上、まあ、オキジンのスキル2より前に出して2ターン目に撃砕や波攻をオキジンの前にばらまいてもらう必要があるので、まあ、キューちゃんの祝福なんかはクリ率 50% 上がるんで、オキジンのクリティカル率アップにつながりますが、まあ、ハクタクなんかは七星ですね、4ターンオキジンにつけてあげることできて、1ターン目は 60% クリ率アップになるんですが、七星っていうのは単数が下がるとクリティカルパスもちっちゃくなっちゃうんで、2ターン目の七星3ターンですね、オキジン、ハクタクからもらったやつがクリ率アップ 45% になっちゃうんですね。まあ、キューちゃんの 50% と 45% 合わせて 95% のクリ率アップしかできず、そうなるとレベル差がある程度敵とついてしまうと確定クリティカルで動くことができないので、まあ、さっき言ったオキジンの苦手なクリティカル不発問題ですねが生じてしまうというところで、今回のこのゴーキちゃんですねを応援でここに出していくことで、味方に対して幸運をつけてクリ率をさらに 40% 上げることができるので、まあ、95% のクリ率でも 40% 乗れば 135% のクリ率パスになるんで、まあ、あんまりレベル差開いちゃうとダメですが、ある程度レベル差があったとしても、はい、こんな感じで同期してみると、はい、ゴーキちゃんが加わって68秒しっかり回せるようになりました。まあ、ただこれ多分ある程度とは言ってもクリティカル出ないこともあるかなとは思うので、何回も同期してると68秒から崩れることあるんじゃないかなと思ってますが、ちょっと10回ぐらいやってみますか。まあ、意外と崩れないんですよね。うん、めちゃくちゃ綺麗にはまってる。明らかにクリティカル不発問題が足を引っ張ってたことがこのことからわかるかなと思います。まあ、ゴキちゃんスキル2で範囲に対する2回攻撃するんで、時間食うキャラクターにもかかわらず時間68秒上でしっかり張り付いてますね。まあ、ただ大吉にとってはゴーキちゃんの風波ですね、まあ、ばらまいてもらっても、あの風波によってクリ率アップするのは帽子だけなんで、まあ、風波がついてクリ率さらに 25% 上げることはできないので、その点はご注意ください。まあ、ただ大吉は連撃キャラクターであり範囲攻撃キャラクターじゃないんで、ゴーキちゃんの風波ですね、アマテラスみたいに敵4名全員にしっかりばらまいてもらって均等にちゃんとダメージをぶつけなくても、まあ、4体中3体にでも風波がついてるだけでも、オーキジン目線だと1体ずつ落とせるかどうか連撃して殴ってくんで、風波がついてるキャラクターはすぐ落とせるんでありがたいんですよね。
全員に風波がばらまけなくても大きい人的にはありがたいと。あ、72秒出ちゃいましたね。はい、こんな感じで何回かやってると、まあ、崩れることもありますが、まあ、おそらく風波が全く決まらずクリティカルも全く出ない回なんかに少し崩れるんじゃないかなと睨んでます。でちょっと実際の戦闘見ていきますか。はい、じゃあまずゴーキちゃんなしで見ていきましょう。はい、開幕挑発と援護して師匠ちゃんが落ちて、はい、味方がいっぱい落ちることで混雑の単数が増えていくので、こんな感じで混雑8ターンですね。まあ、ここ埼玉5一なんかを仲間連携スキルしてればもうすでに混雑10ターンになってるかなと思います。はい、そして1ターン目味方がニビアン含め4体落ちて、はい、混雑9ターンでスキル1打ててます。でこれ劉備の後に動かすともうちょっと火力高い状態でスキル1から立ち回れるんで、まあ、時間に余裕がある場合は劉備の後ろに大きい陣を置くのがいいかなと思います。はい、そして応援で蓄力出てきて、はい、大きい陣に蓄力、鼓舞、祝福、リム、暴走とあと七星が乗ってる状態ですね。はい、七星三体になってるのでクリ率は 45% に下がっちゃってますが、さあ破攻撃隊しっかりばらまいて大きい陣のスキルに見ていきましょう。まず攻撃は必中なんで必ず当たるんですが、ノーマル攻撃がどれだけ出るか、あ、ノーマル出ちゃってますね。はい、まあ、ただしっかり一撃で倒せて、まあ、今回はなんとかクリアすることができました。時間も16秒余ってるんで、まあ、これは普通に大きい陣ですね。劉備の後ろに置いていいやつだなと思います。はい、じゃあそこを豪気ちゃんにしてみましょう。豪気ダッキで、はい、この後リュービちゃんの後に動きが、はい、祝福ですね。風波をばらまきながら敵につけていきますが、まあ、風波がやっぱりなかなか決まらない回ありますね。うわ、これはひどい。1体にしか決まりませんでした。まあ、でもこの1体に決まるだけで大きい陣目線だと1体は倒すスピードが速くなるんで、めちゃくちゃありがたかったりするんですよね。まあ、できればでもやっぱり知力値でしっかり勝って風波はばらまいておきたいとこではありますが、まあ、大事なのは幸運ですね。大きい陣に3ターンついて、はい、これでクリ率 135% になったのでめちゃくちゃノーマルダメージが出づらくなってます。でノーマルダメージが出ないだけで大きい陣のスキル2のスピードは上がるので、はい、一撃でガンガン倒していって前段クリティカルですね、はい、落として勝利と。余った時間7秒と、まあ、劉備の前に置いても良さそうですね、これなら。はい、劉備こう前に置いてこの位置でも68秒出るんじゃないか。あ、出ますね。はい、普通に出ました。はい、として、まあ、大きい陣攻撃時間が長いからゴーキちゃん入れちゃって大丈夫かっていうようなね心配されてる方もいるかもしれませんが、一応白卓キューちゃんみたいなスキルに2回攻撃するキャラクターと一緒に組ませたとしても大きい陣一番後ろでちゃんと68秒ですね。あ、70秒になっちゃった。まあ、たまに崩れることありますが、まあ、クリ率とレベル差の関係ですね、なんかをしっかりゴーキちゃん入れることで解決しやすくなるので、まあ、さらにデッキとしてはより安定する形にはなったかなっていうところですね。まあ、もちろんレベル差がこれよりさらについてしまうと 135% のクリ率アップだと、まあ、例えばレベル差40とかあるとノーマルダメージもまた出てきやすくなってしまうので問題だし、まあ、ちょっとゴーキちゃんですね、この使い方だと風波そもそもそこまで当てにしてない形になっちゃうんで、別にゴーキちゃんじゃなくてもいい問題はありますよね。幸運ばらまけるキャラクターであれば、まあ、とはいってもそんなにいないんですけどね、座敷わらしだとかルシーナだとか、まあ、応援出して出てきて幸運ばらまくキャラクターっていうのはそんなに多くないので、しかもまあクリ率 40% もくれるキャラクターになるとさらに減るんで、まあ、仲間連携スキル自体も優秀だしゴキちゃんが適任かなっていう感じはしますけどね、オキジンの今のメンツの揃い方だと。はい、そして何よりこのデッキの恐ろしいところはこれ戦役ステージ200ステージなんですが、こちらですね、オキジンの攻撃力134万から228万とめちゃくちゃ低いんですね。でこれ大きい陣が低いだけでなく、はい、火力アップの要となる重要なコブバッファーの、こちら劉備ちゃんですね、劉備ちゃんの方の攻撃力プラス6覚醒で141万から、最大攻撃力226万ってことで、劉備ちゃんもこの程度でいいと。まあもちろんちょっと美人系の効果働いてしまってるので 12% ぐらい火力押し上げあるんで、実際にはまあ250万ぐらいですかね、まあ理論上さっきの200ステージですね回せてしまうぐらいの火力が作れてしまう2人なんで、まあ本当に火力はぶっ飛んでるんだよね、大きい陣。まあしかも混雑10ターンじゃないですからね、あの大きい陣。埼玉5位置つけてないんで。はい、というキャラポテンシャル的には本当にぶっ飛んだキャラクターになってるんで、唯一の問題がクリティカルが出しづらいっていうところだったんで、まあそれが今回かなり改善されたので、まあより高いステージですね、大きい陣回しやすくなったということで、今回のゴーキちゃんの出現は大きい陣にとってもかなりいいニュースだったんじゃないかなということで、動画収録させていただいてます。はい、一応細かいステータスこんな感じですね。はい、まあ、大きい陣使う場合は問題は防御力作るのがかなり大変なので、柔らかいキャラクターなんでちゃんと戦装備つけてあげないと、せっかくつけた祝福なんかが割れてしまう可能性があったりするので、まあ、白卓の影子をめちゃくちゃ強くしてあげたり、ちゃんとバリアですねなんかはある程度強いのを装備してあげないと、上のステージですね、200ステージとか行くとかなり火力もついてくるんで、簡単にバリアが壊れて祝福壊れてしまうので、そこも問題ですね、お気をつけください。あとその他のステータスはこんな感じですね。まあ、別にぶっ飛んで
奥義解放しまくってるサーバーでもないので、はい、こちら奥義解放数53とめちゃくちゃ現実的なリアルなサーバーでの検証となってますので、まあ、再現性はかなりあるかなということで、まあ、参考になれば嬉しいです。はい、そして、まあ、ゴーキちゃん楽しいっすね。いや、こういうなんかスパイスになるキャラクターめちゃくちゃいいっすね。はい、もちろんまあ奥義陣デッキ、この他にも例えば宮殿銀の代わりにウッドハートを使ったり、あとは宮殿銀のなくした場合撃砕キャラいなくなるんで白旗使ったりみたいな、まあ、いろんなパターンがあって、まあ、ここなるべくリュウビちゃん使う場合は味方人数少ない状態でコブ使った方がいいんで、まあ、2ターン目まで生き残ってるキュウちゃんとかハクタクとかっていうのをフロント置きするのはあんまり良くなかったりするんで、まあ、これ以外の組み方もいろいろありますが、まあ、今回はそのうちの一例ということで、まあ、特にハクタクなんかは七星4ターンでスキルに迎えさせた方が大きい陣喜ぶんで、他に破壊キャラクター持ってる場合なんかはハクタクも後ろに回すみたいなこともできたりしますので、これよりさらに火力ですね、実は作ったりもすることができますので、まあ、大きい陣使いの方は多分クロートの方多いと思うので、そこら辺も自分で考えられると思いますが、まあ、今回気になってた時間の部分ですね、とうとうクリアしてきたので、はい、ぜひ参考にしてみてください。あ、ていうか私サイカ孫一持ってましたわ、はい、つけたらもっと楽になりますね、大きい陣に連携で。はい、そして参考になれば嬉しいです。楽しいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。押す。